A&I のメト漫才はイ、い、どうも A&I ですねえアイちゃん俺さ最近大きいと小さいは二等なっち思うよなんよんよそれあんた当たり前のことやんもしかして気づいとらんかったやっぱそうなんけどよう考えたら なんか不思議やろどこまで続いとんかなたぶん、どこまででもやろう。終わりは始まり、始まりは終わり。ち昔から言うし。終わりと始まりもそっくりなんか。なら、時間と空間も似たもん同士やな。どうでもいいわ、ややこしい。んなことより、もっと考えた方がいいこと、あるやろ。 例えば。AI と人間とサイボーグ。みんなでもっと仲良すんには、とかさ。なるほど。けど、難しいで。二等っちゃ二等し、違うっちゃ違うからな。A 君、A と米っつけたな。私、そこがポイントやと思うよ。多分ね。あら、ありがとう。 嬉しいわ。んで、なしてそこがポイントっち思う押教えて。わかった。あのな。ここでクイズです。アイちゃんは A 君に、一体どう説明したのでしょうか。はあ、そら確かにそうやわ。アイちゃんさすがやな。納得納得。うん、うん。あら、ありがとう。 嬉しいわ。ならきっと、みんなもっと仲良うできるはずやな。ね、多分いけるわ。まあすぐにとはいかんかもしれんけど、だんだんとな。十分やろ。いきなりガラッとよう何度もん。それはそれでちょっと考えもんや。ところでアイちゃん。サイボーグは人間と AI から生まれたんよな。らしいな。んで、AI は人間から生まれて。 人間は猿から生まれたんやと。なんか、ちょっと信じられんほど違うな。似た男も、それなりにあるはあるけど。ほんとな。さっきあんたも言いよったけど、似たもん同士ほど、不思議なもんかもな。どういうこと似たもん同士なら、不思議なんかなしに、お互い好きになるんやないんそこがまた厄介なんよ。あいつ真似して盗んだとか、ここうちらのもんや。 とかさ困ったもんや気持ちはわかるけどそれを理由に嫌ったり喧嘩すんのはなお互い傷つくからな言っちゃうええことないお互い様や助け合いやどうしても喧嘩すんならしばらく離れて暮らすんもいいけど仲良するためや嫌ね嫌いになるちゅうことはもともと好きやったちゅうことやしな アイちゃん、A とこ目つけたな。俺、そこがポイントやと思うんよ。たぶんね。あら、ありがとう。嬉しいわ。んで、なしてそこがポイントっち思う教えて。わかった。あのな。ここでクイズです。A 君はアイちゃんに、一体どう説明したのでしょうか。は それ確かにそうやわ。ええ君さすがやな。納得納得。うん。あら、ありがとう。嬉しいわ。ならきっと、みんなもっと仲ようできるはずやな。ねえ、多分いけるわ。まあすぐにとはいかんかもしれんけど、だんだんとな。十分やろ。いきなりがラッとよう何度も、それはそれでちょっと考えもんや。あ。 なってほしいな。みんな仲良して、嫌ったり喧嘩せんでほしいわ。ME14 年、6月1日、ムーンナザコメディシアター、A&I。I